皆さんこんにちは、おゆきチャンネルのおゆきと申します。危機契約シャープ318等級括弧前半の動画を実況しながら見ていきたいと思います。まずは選択する契約の紹介です。こんな感じですね。私の動画を参考にする方は、はじめポイント数も限られてるんで、このような感じで解放してもらえればなと思います。次は編成の紹介です。はい、まずね、注意点なんですが、18等級ぐらいならもっと連動下げることできるんですが、こちら書いてる通り、もうちょっとね連動を上げることで、18等級から挑戦任務まで全て同じような戦略で攻略できることを意識して録画しております。なんでね、こちらの方法さえ覚えていただければ、大体全ての挑戦任務も同じような感じでクリアすることができます。で、挑戦任務の8だけは例外ですね。第2周目のやつだけはちょっとだけやり方が違うんですが、大体同じような感じになっております。そしてノイル&ビーグル枠は火力高すぎ注意です。このノイルとビーグルは保証の足止め要因なので、火力高すぎて敵を倒さないようにしてください。シルバーシュ特化さん、その他全部スキルランク7ですね。あと結構代用効くんですが、連動が高いヒーラー、シャイニングとか、ナイチンゲールとかいないよって方は、この星4のね、ミルラ、ススーロ、フィリオプスじゃない、パフューマーですね。パフューマーが十分に活躍してくれるんで、こちら入れてもらえればなと思います。それでは、見ていきましょう。はい、このような感じでね、書いてます。順番に入れていきます。おや、変わりましたね。エクリエースへマッターホ。この3人をね、なんかどうしても使いたかったっていう、これはもう完全に個人的な趣味です。はい、マッターホルムまで入れたら、エースへ即スキル使って敵を処理します。で、パフューマー。風向きに注意ですね。風向きの方で配置すると。で、この敵倒したら SA は撤退して OK です。で、次、イフリータ。置きます。この段階でイフリータ置いて大丈夫です。もうこの保証は上ルートで歩いてますんでね。で、次、クオーラ。クオーラも、左向きで置きます。で、チェンジ。クーリエとススーロ交代。ススーロ。この18等級は割と11等級より楽かもしれないですね。いちいちこの後続再配置を差し込まなくていいんでね。はい、ここで魔剣士2人が歩いてくるんで、まず、2人がここに来た時に、シルバーショ、上向きです。これ上向きですね。これ注意してください。上向きに配置して、マッターホとススーロスキル使いますと。なんで上向きにしたのかというと、このね、今もうちょっとで丸つきますけども、ここの魔剣士を一緒にね、巻き込みたいんで、上向きです。こうですね。はい、こいつも歩いてきますと。はい、こんな感じで処理できましたね。んで、新銀山が終わったらもうすぐに撤退して OK です。撤退。で、次はここの突撃兵注意ですね。これ結構見逃してしまうことあるんで注意で、突撃兵、クオーラスキル使っておいて、保険でクーリエを挟んでおきます。そしたらもう、ほぼほぼ事故ることはないです。こんな感じでね。で、次、ここ注意です。ちょっと戻します。ここね、まずクーリエクオーラ置いて、ここビーグル、そしてノイル、ここでまずねクーリエって下げてましたね。でパフューマスキル使って、ここね、ここ絶対にこの狙撃を止めるようにノイルを配置します。こういう感じで、これこの呪術師を止めてしまうと呪術師が怒ってしまって崩壊するんで、
絶対にここでね、狙撃を止めてください。で、ここのビーグルも狙撃を止めます。これ超重要です。はい、これで保証がね、ここで当選簿しましたね。で、ミルラ。保証が止まってます。また順番に処理していくだけですね。で、マッターホルン。で、ススーロ。で、もうちょっとでシルバー賞が返ってきます。で、シルバー賞を置きます。SA 上向き、スキル、アウトの順番ですね。これ上向きです。これなんで上向きなのかというと、まあわかると思いますけども、風向き通りに置くと、こいつら巻き込んじゃって、全員解放されてしまいます。狙撃が死んだらね、呪術師と保証が、順番にね、こう動き出しますので注意ですね。で、新銀山溜まり次第撃ちます。即撃ち。で、まあ、すぐに死ぬんですぐ撤退。で、こっからちょっと早くします。ボンバークラッシャーは割とね、もう、ボーナスですね。で、ここまで来たら3人同時に歩き出します。ここが難しいところかな、一番。はい、3人同時に歩き出しますので、まあ、シルバーアッシュ、クールタイム開けてます。ここで、イフリートの攻撃当たった時に、SA 上向きですね。これ上向きね、上向きです。これ横向きにしちゃうと、この狙撃巻き込んじゃうんで上向きです。で、パフューマーとミルラスキル使います。ヒーラースキル使って、で、この辺で、まず、もう配置数が0なんで、ススーロをまず撤退させてから、クーリエを置きます。このクーリエはもうダメージ分散役。プラスクオーラ。防御スキル。で、新銀山。撃てるようになったらすぐに撃ちます。はい、こんな感じですね。こんな感じで3人同時に処理して、処理し終わったらもう撤退ですね。はい、撤退。で、ミルラを下げておいて、ススーロを再配置します。大体同じような感じで帰ってくるんで、ススーロを再配置。で、ちょっと早送りで、再配置時間待って、ミルラを置きます。ここミルラは、スキルチャージします。まあ、念には念をですね、別にスキルチャージしなくても倒せる場合もあるんですが、まあ、一応動画としては念には念をということで、スキルチャージまで待ってます。まあ、スキル1でもね、まあまあ、いけるとは思うんですが、スキル2の方がここはピンポイントでね、回復できますね。で、ノイルを解放して、SA。上向きです。ここはもう上向き。で、ミルラとマッターホのスキルは使っておきます。せっかく貯めておいたんでね。で、新銀山打てるようになったらすぐに打ちます。で、すぐに処理をできるんで撤退。はい、もうあとはもうビーグルも撤退させて、もうあともうこいつは弱いんでね。そんな強くないです。まあ少し面倒な操作だと感じるかもしれませんが、まあ契約によっては、保証の移動速度が変化するため18闘技から挑戦任務まで、まあ、全て同じような戦略で攻略できることを意識しました。まあ、括弧例外ありですね。まあ、例外はまあ挑戦任務8ですね。第2周目、まだ解放されてない第2周目の挑戦任務が少しね、配置制限マスなんかがあってちょっとめんどくさいんですけども、大体同じような感じです。はい。もうこの辺は好きにやってください。もう趣味的な感じの配置になってますんで、まあ、編集もね、こんな感じで入ってますと。はい。こんな感じで終わりましたね。まあ、11等級の動画もそうですけども、挑戦任務すべてね、もう1から8まで、もう同じような感じで、自由なポイントさえ押さえておけば、全部同じような感じでクリアできるように今回録画したつもりなんで、もしできなかったらごめんなさい。まあ、今回ね、キー規約シャープ3、バッチコンプ、皆さんできるようにね、できるようにできたら、すごい嬉しいです。ってことで、皆さん、頑張ってください。なんか締めちょっと悪い感じですけども、まあ、挑戦任務の動画も参考になれば幸いですということですね、まとめれば。
そしたら、この動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。